バナナラマバナナラマは、イングランド出身のガールグループ。当初は3人組であったが、1990年代からは、カレン・ウッド・アード、サラダリンのデュオで活動している。2017年、約30年ぶりにオリジナルラインナップの3人、編成ツアーが実現し、期間限定で共演した。デビューのきっかけは、セックスピストルズのスティーブ・ジョーンズとポール・クックが、 使っていたリハーサルスタジオの上の部屋に彼女たちが住んでいたことによる。彼らの助けにより、アイアムアナのデモテープが作られ、後にデビューシングルとなった。その後、ストックエイトキン・ウォーターマンとのコラボレーションにより、ヴィーナスなどのヒット曲を得たことで、さらなる飛躍をした。1988年に死亡音が目指す音楽性の相違により脱退。その穴を埋める形で、 ジャッキー・オサリバンが加入したが別なバンドスリペリー、フィートを結成するためだったい。以降は、カレンとサラのデュオとしての活動が続いている。ビデオクリップやライブパフォーマンスにおいて、ハンラの男性ダンサーたちが大量に踊るというスタイルが定着し、ゲイコミュニティの支持を得たことから、イギリス国内でも同性愛者の地位向上のための活動に協力したり、することも多い。 そのことから誤解されがちでもあるが、メンバーのカレンもサラも異性愛者であり、サラはバナナラマの元バックダンサーの男性との間に子供を出産しており、またカレンは1990年代から2017年まで元ワムのアンドリュー・リッジリーと共に暮らしていた。日本ではバブル景気絶頂期の1980年代後半のディスコブームと時を同じくして大ブレイクした。 約30年ぶりに復帰したシボーンファーイ2017年、シボーンが約30年ぶりに期間限定で復帰。26年ぶりに3人編成が復活し、翌2018年8月まで共演した。スタジオアルバムコンピレーション。ありがとうございます。